ラシュカル川はアフガニスタン南部のヘルマンド州の州都。ヘルマンド川とアーガンディブ川の間に位置している。荒涼とした乾燥地帯であるが農業は行われている。ラシュカル川とはペルシア語で軍の兵舎を意味する。ガズナーサの冬のとボストがヘルマンド川近くに築かれ、それに突き従った兵衛が川沿いに置かれた。この冬のとはゴール朝、チンギスカン。 ティムールと幾度となく攻撃を受けてきた。今日でも要塞化したボストの土石はラシュカル川の南に残っており、近年ラシュカル川から遺跡への石畳の連絡路の建設も始まった。今日のラシュカル川の町はアメリカのテネシー川流域開発公社をモデルに1950年代に始まったヘルマンド川流域開発公社で働く。 アメリカ人技術者のために建設されたのが始まりである。したがって、整然とした計画で整備されたアメリカ風の街並みが生まれた。しかし、ソ連のアフガニスタン侵攻とアフガニスタン内戦で美しい街路地は切り倒され、家々の芝の代わりに兵が築かれた。九百四十年代から九百七十年代のヘルマンド川の大規模な灌え事業はアフガニスタン南部で、 最大規模の農作地を生み出した。砂漠が開墾され、人々の入植が行われた。2017年現在、市内はターリバーンなどによるテロ攻撃にさらされており、治安が良くない状態が続いている。2017年12月後半だけでも、次のような襲撃事件が発生している。2021年、アメリカ軍の撤退を契機に攻勢を強めていた。 タリバーンが8月13日までに市内を制圧した。ありがとうございます。